タンでございます。こちらは、入会いたしました、カマカコンサートのロープバインディング、スペックということで大人気の、こちらの個体 HF2D でございます。ようやく入荷したなという感じなんですけど、今回のもの、個体はすごくね、木目が細かくて綺麗に横とらにピーッと入っているタイプなんです。見ての通り今回はツヤがあるタイプに変更になってますので、まあちょうど入れ替えの時期なのかどうなのかというような感じで、やっぱりカマカの方もいろいろその都度スペック考えて作っているようなので、予告はもちろんないんですけど、ツヤがあったりなかったりっていうのが少しこう入り混じる時期なのかなと思います。こちらはツヤありのタイプなんですけど、木目が非常に綺麗に出ているタイプなんですね。これも選定させてもらったありがたい個体一本でございます。ちょっと弾きましょう。すごくこうしっとりしててコロコロ言うんだけど優しい、感じを持つ一本かなと弾いた印象で、一本一本やっぱ違うんですけど、これはそんなちょっと優しいサウンドですね。優しい感じです。かといって、コード枠ですよね。非常に弾きやすいですよね。もちろん、個体のいい悪いっていうよりも好みがねかなりあると思うんですけど、こちらはこんな優しい感じのサウンドだと、私の方は感じた一本で、木目も綺麗な横虎が入ってて女性らしいなんか感じの一本かななんて思います。ネックもね、気持ちこれの個体はすごくこうグリップが優しい感じのゴーンとしてなくて、もちろんみんな一応統一なんですけど、やっぱりその削りの感じとかでフィーリング変わると思うんですけど、結構こう個体も軽くってなんかこう女性的な感じのグリップの印象があります。はい、そんなわけでこちらですね、僕触りましたので綺麗に拭いて、展示しますので、HF2D、ぜひ気に入った方はご購入いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。タンタンでした。バイバイ。